ミランシュコダは、チェコプラハ出身のプロサッカー選手。チェコ代表。スユペルリグチャイクルリゼスポル所属。ポジションは、フォワード。プラハのスークラブでプレーした後、2005年に、ボヘミアンズ1905で、プロデビュー。ポジションはもともとストッパーだったが、2007年に、監督の助言で、フォワードに、コンバートされた。2011から12シーズン冬の市場で、 SK スラビアプラハにレンタルで加入。半年後、完全遺跡に移行した。2014から15シーズンは、開幕から3試合で4得点を挙げ、この活躍から8月に、ノト鳥が月間 MVP を獲得した。2014年12月、2017年夏までの新契約にサインした。2015年2月のスロバンリベレツ戦で自身初のハットトリックを達成。 2014から15シーズンは、ダビドラファタに次ぎ、リーグランク2位の19ゴールをマークした。2015年9月、契約を2017から18シーズン終了まで、延長した。2016年の夏、中国への移籍が噂されたが、実現しなかった。その後、スラビアとの契約延長にサインした。2020年1月11日、 スユペルリグのチャイクルリゼスポールに移籍した2015年6月開催の UEFA ユーロ2016予選アイスランド代表戦で A 代表デビューありがとうございます